いよいよチェックアウトです。さあ、ということですいません慌ただしい背景になっておりますけれども、一人旅はですね、今日で終わりで、いよいよですね、僕がお世話になっているラファエットのですね、皆さんとこれから合流して、まだまだ旅は続いていくよということで、ニューヨーク編まだまだ続いていくわけなんですが、一人旅ではですね、マンハッタンのですね、ホテルを取って、ザ・ポールホテルというところをですね、取って活動してるわけなんですが、ここからですね、Airbnb というですね、まあ、民泊みたいなサービスがですね、まあ、日本でもあるんですけれども、それでみんなで共同生活をですね、これからはしていくという運びになっております。で、今日はですね、合流が大体昼の2時とかなので、結構行きたいお店もいっぱいあるので、まあ、ちょっとバランス見ながら動画をお届けしていこうかなというふうに思いますが、今日はね、ちょっと行きたい観光名所なんかもありますんで、そこら辺も交えながら、まあ、今日はですね、新しい仲間が加わるということで、そういった意味でも楽しみな一日になりそうなんで、今日の動画もぜひ最後まで見てってください。それではまずちょっとね、朝飯も探しつつ、まあ、チェックアウトしなきゃいけないので、荷物をちょっとね、ホテルに預けて行きたいとこ行って、でそこからまたね、道中いろいろね動画にできると思いますので、ぜひ楽しんでってください。それでは早速いってみましょう。ということで、今ねチェックアウトは済みましてですね、ホテルの方に荷物を預けて、今僕がねちょっとずっと行ってみたかったとある場所に、行く予定でございます。ここはね、なんか最近できたところなんですけど、絶景が見れるらしいので、マンハッタンを一望できる絶景にこれから皆さんをご案内したいなと。前回そういうとこも行けなかったので、ね、まあ、まずはそこに行こうかなと思ってます。でそれがですね、エッジというですね展望台、ハドソンヤードっていうハドソン川のですね川辺にできた、まあ新しいスポット、なんかショッピングモールとかいろいろ入ってるらしいんですけど、そこにある一つの施設らしいんですけれども、ものすごい高いですね、展望台からマンハッタンを一望できるらしいので、そういうとこね僕来るの初めてなんで、めちゃくちゃ楽しみです。ごくワクワクしてるんですけど、あ、見えた、あれかな、あの見えますかね、ここにあるこのビルですね、多分ちょっともうちょっと近くまで歩いていきましょう。ほんで今日も引き続きね、ストリートビューなんかもしていこうかなと思いますけど、見てください、この真っ青な、あれじゃないわ、こっちですね、この右側のエッジってあれ書いてありますよね、あそこの上が展望台なんですよ。なんであそこにね今から向かおうかなと思っております。今日のニューヨークも綺麗ですよ。なんかビルが建設中ですね、あそことかもね。で加えてちょっとね、朝飯食ってないんで、そのハドソンヤードのね川のほとりで食ってもいいかななんていう風に思ってるんですが、とりあえずあそこ周辺で朝飯も食いたいなという風に思ってます。でその後ね、いろいろスニーカーショップとかも繰り出そうかなという風に思ってますので、ぜひ楽しみにしててください。いやー、今日はね雨降った後だから空気も澄んでてね、多分絶好のエッジ日和だと思うんで、今から行っていきたいと思います。いいですね、この新旧融合どうですか、手前にレンガのお家、そして奥に高層ビル、いいですね。おー、だんだん見えてきましたね、この三角帽子みたいなビルのところがエッジですね。この上の突き出たところが展望台みたいです。さあ、ということでだいぶ近づいてきました。こんな感じです、あの上です、あそこです。あそこに行きたいんだけど、どうやって行けばいいんだろうな。おー、来た、ここだ、エッジありますね。なんかいろいろ入ってるみたいですけど、このエッジというですね、このロゴも結構いけてますよね。この一番上に登りたいと思います。すんごいですよ、すごい近代的ですね、ここ。綺麗、あ、無印が入ってますね、上に。あ、やっぱ新しい施設ですね、だいぶ綺麗。うん、中には結構こういうお洋服屋さんとか、まあ、ブルックスブラザーズとか、あとティファニーとかも入ってますね。完全にショッピングモールですね、これは。おーおーおー、エッジは、あ、エッジはあそこから乗るみたいですね。でもね、ちょっと有名な建物がそこにあるんで、ちょっとだけ見ましょうか。はい、ドーン。これ皆さんご存知ですか？これね、ベゼルというですね、まあ、建築物、一応アートの一環だと思うんですけど、非常に有名で、前はね無料で上の方まで登れたんですけど、いやでもすごい綺麗。ちょっとね、中はね入れるみたいなんで、ちょっと行ってみましょうか。こういう感じで下のね中だけ入れるんですよ。さあ入ってみましょう。こんな感じです。うわー、すっごい、すごいな、これ。こんな感じです、すごいね、めっちゃ広い。こんな感じです、なんかスターウォーズとかに出てきそうですね、すごい近未来的な。でもいや、本当は上登りたかったな。
いやーすごいいい写真も撮れましたわ。いや今度はぜひ上まで登ってみたいですね。さあということでメインのね展望台に行ってみましょう。エッチこれで4階に行けばいいのかな。いやー楽しみですね。ドン、おお、エッジニューヨークって書いてますね。お、これですね。これで登れるっぽいですね。エッジ。さあということでチケットがゲットできましたね。多分ね入り口あそこなんですけど、こっちが入り口っぽいですね。ここはねチケットセンターっぽいですね。おおすごい、こんな感じなんだ入り口。すげえすげえ、なんかめっちゃ人気ですね。ここも観光名所みたいになってるんですね。すげえ楽しみですね。さあということで来ました。これちょっと肝冷えるぐらい高いですねこれ。うわーすっごい。これは屋内なんですけど、なんと屋外に出れるんですよここで。このねシティクライムっていうのはね、あの超ギリギリのところで命綱つけてね歩くみたいなやつなんですけど、僕は今回ちょっと予約はしてないです。さあこれ外出るとすごいですよ多分。なっかー、わーすっげー、ちょっとだけもやってますけどね、すんごい人ですよ。ちょっとねえぐられてるからね、本当に浮いてるみたいな感覚になりますねこれ。うわーすごい、やばいやばいこれ。そしてここ恐怖のスケルトンですよ。うわ怖っ、やべー、どんどん歩いちゃいますけどね。うわーすっごい、これここがもう蛇みたいになってるんですよね。これすごいわ。これあれですね、あそこにちっちゃい人いるじゃないですか、ああやって命綱つけてぶら下がるみたいなイベントがあるんですよね、さっきのやつ。見てくださいこの絶景。いやいや、なかなか見えないんじゃないですかこれ。あそこにワールドトレードセンターありますけど、あっちが自由の女神とか、あれリバティ島ですね。はい、あこのうっすら見えるの、これ自由の女神ですね。でこっちに移動してワールドトレードセンター、ズームレンズで行くととんでもないですねこれ。うわーすごいすごいすごい。いや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 、こっちに来るともうザ・マンハッタンって感じですね。あれはマジソンスケアガインがチロッと見えてますけど、あれがエンパイアステートビル。結構細くないですか横から見ると。であれがクライスラービルで、あの H&M のタワーがあるらへんがタイムズスケアですね。でここらへんがセントラルパーク。広いね、気持ちいいねこれは、最高じゃないですか。さあということで行ってまいりました。感動しましたね、すごかった。あんだけニューヨークを一望できるんですね、機会もなかなかないんじゃないかなということで大変興奮しましたが、まあ、映像でね少しでも味わっていただければというような感じですね。ということで私ですね非常にお腹が減りまして、まさか何も食ってないんですよ。なんでご飯をいただこうかなと思ってるんですが、であちらがハドソン川ということで川べりなんでございますけど、みんなにっこよくしてますねここでね。ほんでちょっとねもう目の前にねこのフードトラックがいるんで、まだニューヨーク来てちょっとハラルガイズも行きたいんですけど、ちょっとこの屋台飯も食っときましょうか。こっちはねおっちゃんが今焼いてくれてます、本場のおばチキ、チキンオーバーライス、とりあえず食べてみます。 Thank you。 さて本場のおばチキはこんな感じ。おおいいですね、これが本場のおばチキか。シャラー、うまそう。うわいいですね、最高のランチです。うん、あちゃんと米がサフランライスですね。ということで本場のおばチキいただきまして、結構スパイシーでしたけど、やっぱ日向ぼっこしながら食べる飯は非常に美味しかったですね。トラックフードねまだまだ食べたことなかったんでめちゃくちゃ美味しかったですし、まあちょっとね今度ハラルガイズ、この期間中に行けたらいいなというふうに思っております。さあそして、現在ですねまた双方の方に戻ってきたんですけど、ここで旅のお供が追加ということで、皆さんお待たせしました、この方です。アメリカ人に負けてない葉山さんです。合流しましたよ皆さん、いよいよですね、
です。無事アメリカに着きまして、ここからね、まあ、今日初日ということで、はい、ここからちょっとブラブラいろんなところできればなというふうに思ってますんで、ここからは妖精が常にいますんで、妖精 in ニューヨーク。ということで、よろしくお願いします。じゃあちょっと今ね、エメに来てます。そうですね。ハヤさん初めてエメ。自分は初めて。じゃあちょっと行きましょうか。行っちゃいましょう。はい、今回2回目のエメですね。めっちゃ行列、すごいみんな待ってます。これはすごいですよ。650のオリジナルですね、これね。展示してありました。ここら辺が今日新作のやつですね。うわー、かっこいいですね、このスウェットとかね。さあ、ということで、これちょっとね、パンツをね、今試着してみたんですけど、これ超イケてんすよね。形もいいし、ちょっとね、太めなんですけど、上はちょっとね、タイトめに着て最高にクールじゃないですか。コースワンとかもバッチリだと思うんですよね。うわー、これ超かっこいい。買っちゃおうかな、これ。今日の感じも超いいですもんね。どうしよっかな。さあ、ということで、なんとエイメでですね、もう衝動買いしちゃいました。このパンツめちゃくちゃかっこよくて、素材もめちゃくちゃ面白いので、いや、なんかやられちゃいますね。ちょっとエイメは今回店舗で買えるっていうのがすごく嬉しいんですけど、今日発売のね、スウェットもあったんですけど、スウェットというよりかは違うアイテムね、僕持ってない形のクラシックなパンツだったんで、こっちをチョイスいたします。じゃあちょっとね、葉山さんと一緒にまだまだニューヨークぶらりしたいと思います。ということで、要請、はい、来ました、聖地来ましたね。2年ぶりのあのロイヤルをやってたね。果たして浜地は行くのか、ね、ということで、あの皆さん大好きな聖地にやってまいりました。こちらでございます。はい、ドン、こちらがフライトクラブですね。ということで、行ってみましょう。さあ、ということでやってまいりました、フライトクラブという感じなんですが、ちょっとね、段数が減ったかも。もう1個分ぐらいずつ詰めてたような気がするんですけどね。ちょっと物が減っててびっくりしましたね。相変わらず壮観ですね、この感じは。うわー、こっちもだ、ここ全部 AJ1 だったのにな。うわー、なんかディスプレイがだいぶ変わったっすね。この2つはどっちもどこ行ってもブレってますね、これね。なんか全然変わっちゃってるわ、びっくりした。これは J-PAC のブレットですね。こういうのはやっぱ見れないですね、ここじゃないとね。ここら辺もダンクゾーンですね。あれ AJ-1 どこ行っちゃったんだろう。ここから徐々にジョーダンって感じですけどね。 AJ-1 はこっちに移ってきたって感じですね。なるほど、レイアウトがだいぶ変わってますね。やっぱ AJ-1 の種類も減った気がするわ。もう売れちゃったんかな。いいですね、シャッターバー。今度ね、なんかイエローの AJ-1 出るって話ですけど、これは高いね。1341、高すぎるでしょ。もうシカゴは3000、高っ。ここはレジェンドゾーンですね。このガラスケースは近づくことが許されないゾーンです。これはもうオフファイトも勢ぞろいしてますね、これね。うん、パラの FF もかっこいいですね。はい、メガ私服の時間ですよ、皆さん。カウズの4もかっこいいよなぁ。んで、ここはイージー祭りですね。あ、やっぱさすがですね。やっぱこの2色揃ってるのはさすがフライトクラブって感じですけど、すごいですね。もう説明不要のスニーカーがもうドララ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 ラとございますよ。さすがにこの中からね、買うわけにはいかないよな。もうなんかフォースワンとかも前ワットザニューヨークとか置いてたけどな、なんかすごい数が少なくなってるな。はい、上からドドドドドン。ここはもう AJ1 OG カラーゾーンですね。スマクロ欲しいな。スマクロもでも10万ぐらいしそうだもんな。で、懐かしの僕がここで初めて買った UNC ですね。もう今とはもう倍ぐらい値段が違いましたね。あとはロイヤルもいいよな。ダークマリナブルー手に入れたから、こっち系の濃い系の青も欲しいんですよね。あとこれはブレッドですね。いや、ここら辺のね、ロー OG のね、シャドウとかもこれすんごいラメになっちゃってますけど、ここら辺はね、欲しいのよね。これはね、ゲットできたんで、このシカゴもあるし、ブレッドもあるし、このシャドウのローとか復刻してほしいですね。2とかが結構ありますけどね、この感じだとね。いや、でもやっぱ全体的に数がめちゃめちゃ減ったな、これ。いや、トップ3もいいですね。トップ3も欲しい。お、高っ！こんなすんの？14万ぐらい。
恐ろしいね。なんかもうお手頃に買えるモデルはなくなっちゃったのかな。ゲームロイヤルも多分高いっしょ。俺のサイズ700とかだと思いますよ。これは2年前の買い付けで買ってた桜フォースですね。292とかなってんだ。普通にボロボロ余してくるな。これも確か買ってったな、サファリのエアフォースは。これで150、あ、これはまあ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 そこまでって感じですね。結構エアフォースは見たかったけどねえな、あんまり。アママニエルはいいですね。これでも500ぐらいだろうな多分。あ、こっちの方にコラボのフォースはありますね。クロットとかもありますね。470から1252、これは HTM ですね。HTM のフォースワン、なんか置いてるとこバラバラになっちゃったのかな。これはジョーンドの V3 です。これ欲しいんだよな。うわー、キスのエアフォースワン、ハワイですね。これ650か、まあ多分900ぐらいだろうな俺のあれは。あー、これもいいな、キスやピッペン、この腹子素材のね。これも欲しいな。これ結構割と500ぐらいで買えるんじゃないかな。ここら辺は境コラボがドド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 ドンとありますね。でもサレヘンの2002もサイズによるんだろうな。この間の境なんてこんな高いわ。あららららら。ここはユニオンアンディフェイテッドとかのコラボですけど、なんかフォース1が全然ないな。フォース1買いたかったんだけどな今回。ここはイージービアですね。イージービアです。ドド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 ン。このフォームランナー一家に1台だと思います。これはね、絶対皆さん1個は買った方がいいと思います。あー、こんな感じなんだ。さあ、ということで葉山さん、はい、ちょっとあれでしたね。あれでね、という前回の方がもっと迫力あったんですよね。迫力あったんですね。なんか、買われちゃったのか、ディスプレイのパンチが、そう、あれっていう感じはあったんです。ちょっとスカスカな感じが、間違いなく、まあまあ、ちょっとまた気になるのがあれば来るかなって感じですけど、はい、ちょっと入った時のインパクトは残念ね、はい、感じですね。じゃあ近くにもう1店舗スニーカーショップあるんで行きましょう。レッツゴー。さあ、ということで、お次スニーカーショップ、ここ多分本舗初公開だと思うんですけど、初ですね、はい、結構有名なお店なんですけど、こちらでございます。はい、それがこちら、ドーン、コンセプツですね。皆さん、あのコラボのね、ヘアマックスとかでも有名ですけど、そのコンセプツです。行ってみましょう。はい、こんな感じですね。店内結構広めの店内になってます。コンセプツのフーディーとかも結構売ってますね。ナイキのスニーカーはこんな感じですね。このダンクがありますね、モフモフちゃん。おお、この新しく出たエアトレーナーは初めて見た。これ、ああ、なんかファンキーですね。この一足は結構別注のね、コンセプツのね、ニューエラもかっこいいのよ。イケてるわ。こんな可愛らしいお花のやつもあったりとか、これなんかもめっちゃイケてるな。紫のヤンケースで、サイドパッチがすごいケミカルで、これ意外ですよね。おお、しかもすごい、これカサブランカの XC72 じゃない。こんなん置いてんの、めっちゃいいですやん。これで、ここら辺の992とかもありますね。この992は初めて見るけど、これすごいな。これで、お、 V3 のブラックが出てますね、これね。いや、このサロモンとかもすげえ綺麗だな。これすごいチョコレートカラーめっちゃ綺麗ですね。このケミカルなイエローもかっこいいし、やっぱセレクトが面白いな。これはカルーかな。このスニーカーもめっちゃかっこいいですね、カルー。わー、このミントグリーンなんかもすごい素敵。これで150、いいな。これチャレンジしてもいいな、このスニーカー。出たてほやほやのイージーもありますね。ジューシーのセレクトとかもあるんですね。セレクトショップとしてもすごいいろいろあるんだ。あ、ここにはこの85ダンクが2型ありますね。で、ウィメンズのジョーダン6。セレクトのアイテムもおもろいな。ベアブリックとかもありますね。リトルアフリカ、これもすげえかわいいグラフィックが。ここはウィメンズですね。ウィメンズのこのフォースワンの色もかわいいですね。ここはね、スケボーエリアになってますね。このちっちゃい AG6 ならありました、 UNC。 かわいい、これめっちゃかわいい。これ、え、クオンズあるじゃん。え、クオンズあるじゃん。え、クオンズあるんだけど、え、サイズ聞いてみよう。まさかのクオンズ。ちょっと今サイズ聞いてるんですけど、これあったら普通に欲しいな。あー、びっくりした。一瞬見間違いかと思いました。なんとまさかの10ハーフあったんですよ、これ。え、どうするこれ、やば。え、ぴったりなんだけど。え、全然いいよ、10ハーフで。やばいね、ニューヨーク。なんとクオンズが落ちてました。やばいやばい、これはとんでもないことが起きたぞ。これはじゃあいただきましょう。はやまちゃん、あったよ。
店内だから、店内だから。いやでもすごくないですかこれ、あんのやばー。これちょっと買ってきます。よし。いや、葉山ちゃん、これはじゃらー。いや、マジびっくりしたっすわ。なんかさらっと置いてあるから、ウィメンズの方だったね。はい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 。サイズないかなと思って聞いたら、普通にテンハーフあったんで。持ってますねー。これはちょっとだから、フライトクラブがしけてた理由がこっちに来ましたね。これちょっとあの、帰って一眼の画質でね、お見せしたいなと思いますけど、これがあるからニューヨークは上がってます。いや最高でございますけど、じゃあこんなにハッピーな、はい、あとはあそこ行きますか、マリソンスクエアガーデン行っちゃいましょう。そうなんです、実はですね、我々これからニックス対ウィザーズを見に、あの聖地マリソンスクエアガーデンに行くと。バスケの知識ゼロですけど、でもまあ本番にね、あの見に行くっていうのはすごく大事なことだと思うんで、ちょっと行きましょう。行っちゃいましょう。さあ、ということでマジソンスクエアガーデン来ましたよ。こっちから行くのかな。外観はちょっとね、まだ工事中で見れてないんですけど、葉山ちゃん。いやちょっと僕緊張しやがる。いやちょっとね、どう入るのかもわかんないですからね。最高じゃないですか。来ました、マジソンスクエアガーデン、ドーン。すげえ、あれチェックありますね。荷物検査があるようですね。うわすごい、ニックスショップもある。すごいすごいすごい、やば。さあ無事手荷物検査を終えて、すごい選手たちのユニフォームがバーっと売ってますねこれね。わーお、ニックストアです。すごい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 、いろんな T シャツとかがあるんですね。さあニューエラもこちらドドドドドーンとありますね。まあベーシックカラーだけですけど、いいですね。ミッチェル&ネスのキャップもあります。さあということで、中はこんな感じで、いろんなピザとかね、飯とか飲み物とかいろいろ売ってるんですよね。ちょっと俺らもなんか飲みながら行きたいですけど、まずちょっと座席の方に行こうと思います。さあということで皆さん来ました、ここがマディソンスクエアガーデンです。すっごいやっぱ興奮するわ、こんだけ大きいところに来ると大迫力ですね。やべえ、でも全然見える距離ですわ。これはちょっと楽しんでいきたいと思います。今はちびっ子たちがバスケしてますね。やば、ということでいかがでしたでしょうか。もう今日はめちゃめちゃ濃密な一日だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですが、最後はニックス対ウィザーズ戦で締めると、いやー豪華な締め方でしたね。まあ、僕ねマディソンスクエアガーデンっていうと、やっぱりこうジョン・レジェンドがライブしてたりだとか、この大スターがライブする場所っていうようなですね、聖地ということもあってですね、あとはね NBA 鑑賞はぜひ今回やりたいなというふうに思ってたので、まあダブルでね非常に楽しめる機会をいただきまして、もうめちゃくちゃ感極まった試合でございますね。しかもちょうど八村塁選手が出場するっていう、まあ、こういうご縁があるときはもう絶対行っといた方がいいなということでですね、今回はですね葉山さんと一緒に鑑賞してきました。さらにはですね、なんということでまさかのこちらゴンドゥワンがですね、まあ、リストックなのか残ってたのかちょっとわかんないですけれども、行ったらまさかのですね埋葬があったんですよ。もうウィメンズのところでの展示だったんで、僕のサイズはまあどうせないだろうなと思って聞いたら、まさかの埋葬ありでですね、もうめちゃめちゃ興奮したんですけど、この一足はですね、まあ、エアフォースワンとちょっと似てるは似てるんですけれども、全く新しい一足なので、まあ、そういったねクリエイターとナイキがタッグを組んで生み出す新しいモデルっていうのはですね、どのアーティストでもクリエイターでも非常に僕は興味があるので、そういった意味で日本でね手に入れられなかったので、これはですね、まあ、運命ということでですね、コンセプトで購入いたしました。コンセプトはね本当お店の雰
囲気とかセレクトもめちゃくちゃ面白くてかなりホットなお店だったんで、まあ、ニューヨークに行った際はぜひ行ってみてください。僕はすごく気に入りました、まあ、こちらはねちょっとまた日本に帰ってから詳しくレビューはしたいなというふうに思ってます。さあそしてこちら加えてエメレオンドールでですねなんとなんとパンツを買っちゃいまして、この状態だとねちょっと質感とか伝えにくいと思うのでまあレビュー動画とかの時にどんどん活用していきたいなと思うんですが、スニーカーとかにもバッチリ合うし、まあ、持ってないような綺麗めなパンツだったので素材的にもねかなり厚めのコットンみたいな感じのですねクラシックな仕上がりだったんでこれは持ってないなということで、まあ、その日ねたまたま新作の発売日でスウェットとかあったんですけれども、まあ、僕はこっち持ってないんでこっちをチョイスしようかなということですね購入いたしました。これ形とかめっちゃいいので、まあ、ポップアップの時は履こうかなというふうに思ってますんで、まあ、映像でもね登場する機会も多くなるんじゃないかなというふうに思いますのでぜひ楽しみにしててください。いやー店舗でねエメを買うっていうのは非常に嬉しい経験ですね。ということで今日は結構買った一日でしたね、まあ、びっくりするぐらい出会いがあってご縁があってという感じだったんですが、最後にですねとても大切なお知らせでございます。もうね僕が着てるから分かると思うんですけれども私のブランドサンプルズのですね今月のパックが明日金曜日から発売でございます。今回はですねこちら僕のブランドサンプルズのですねメインキャラクターであるディギーサムちゃんというですね豚のキャラクターがいるんですけれども、そのサムちゃんが自由の女神になったスターチューオブディギーパックということでですねもうめちゃめちゃ可愛い仕上がりになっております。実際写真もですね自由の女神に行ってですね撮りましたし、今回ねグラフィックが2つありまして、こちらのねポスター調のものはですねヴィンテージ加工がちょっと入ってたりというところで、もう一つの方はですねもうザ・アメリカみたいな感じのですね大きめのグラフィックにディギーちゃんドーンみたいななんかスーベニアショップで売ってるようなですねテイストを表現したこのね2つのグラフィックをですね楽しんでいただければなというふうに思いますし、もうね春らしいセレクトということで、こちらのねポスター調のものに関しては半袖を3種類、これねカラーがまたね絶妙でございまして、僕が今着てるのはヘザーグレーなんですけれども、もう一つはですねバニラ色みたいなちょっとクリームがかった白とちょっとヴィンテージがかった黒みたいな、チャコールグレーの恋バンみたいな感じのですねカラーリングを用意してますんで、まあ、このポスターのクラシックなですねグラフィックとめちゃくちゃ相性がいいですし、首周りとかこのボディもねかなりいいものに変えてますんで、そういった意味でもねタフに着ていただける仕様になってますし、もう一つの方のグラフィックはですねロンティーを2色、バーガンディとネイビーと、こっちはですねかなり重厚な色にしておりますので、まあ、グラフィックの色との相性も抜群でございますんで、まあ、この2つねニューヨークからのリアルお土産パックみたいな感じでですねお送りする予定でございますんで、ぜひチェックよろしくお願いいたします。でこれに加えてですねポスターも発売予定でございます。グラフィックはこっちのグラフィックになるんですけれども、これはですね数量限定で僕のですね直筆のサインシグネチャー付きのですねリミテッドエディションになる予定でございますんで、これだけね早いもん勝ちでございますので、ぜひお早めにチェックしていただければなというふうに思っております。でね今回もポスター以外は受注生産ということでですね、金曜日の昼の12時から来週月曜日の23時59分までといつも通りの4日間の日時を設けております。ちょっとね期間中ねライブ配信がいつもみたいに毎回できるかわかんないんですけれども、なるべくね皆様の質問にお答えできるような形でですねライブ配信とやっていきますんで、ぜひチェックしてみてください。もうめちゃめちゃ可愛いです。いち早くねニューヨークのこの動画シリーズをですね一緒に味わえるようなですね企画になっておりますので、チェックしていただければなというふうに思っております。詳しいね価格帯だったりとかは概要欄の方に載せておきますので、チェックよろしくお願いいたします。それではここからはラファエットクルーと合流してですねさらに深掘りなですね動画がどんどん出てくる予定でございますので、今後の展開もぜひ楽しみにしててください。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方はぜひ高評価グッドボタン、そしてですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではこちらのサンプルズの新作、そしてですね動画の続きもお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie。 じゃあねー。